どうもこんにちは。美術をもっと楽しもうをモットーに動画投稿しています小柳先生です。今日も元気に楽しく絵画の解説していきます。あと小柳先生はこの YouTube の他にオンライン美術講座や LINE のスタンプも販売しています。よかったら概要欄から覗いてみてくださいね。では本日ご紹介するテーマはこちら、東山魁夷の東照大寺御影堂障壁画展です。こちらは現在神戸市立博物館にて開催中の展示会で、緊急事態宣言によって開幕してすぐ休止となっていたんですが、5月12日から無事再開することができました。もう会期は1ヶ月もないところなんですが、それでもぜひ間に合う方には行っていただきたくって動画にさせていただくことにしました。東山魁夷の描く美しい風景の襖絵がででんと展示された空間はまさに圧巻、本当に美しい。この色のことを東山ブルーって言うんですけどね、なんとも心に染み渡る表現なんですよ。というわけで本日は日本が誇る風景画家東山魁夷についてご案内いたします。今日も楽しく美術トラベル。ではこちらの展示会は2021年4月24日から6月6日の間で神戸市立博物館にて行われています。このタイトルの通り、東山魁夷東照大寺御影堂障壁画展、つまり奈良の東照大寺に収められた東山魁夷の襖絵が一挙に展示されていますっていう展示会なんですが、その前に東山魁夷って誰だっけって感じの方もいらっしゃるかもしれませんので、少し彼のお話をさせていただきますね。東山魁夷の本名は東山新吉。明治41年に横浜市に誕生し、新吉が3歳の頃一家で神戸に引っ越したんですが、父は夜な夜な酔って帰ってくると母に当たり散らし、母は祖母との折り合いも悪く、そんな家庭不和の中、繊細な感受性を持つ新吉は内向的な性格になり、一人で部屋に閉じこもって絵を描くようになったそうです。そんな新吉でしたが、中学3年生になった頃1学期の半ばから休学し、夏休みが終わるまで淡路島の知人の家で過ごすことにしたそうなんですが、その経験が新吉の心の病の特効薬になったそうなんです。電灯もランプもない家では月の光や星のきらめきが鮮やかに見えて、波の音や松の梢に吹く風の音に心を癒されました。後に旅は私の生活の重要な一部と語ったように、その経験が旅を主題にした風景画の名作の数々を生み出す原点になったそうです。そして受験を控えた中学5年生の頃、画家になりたいと思いを強くしましたが、父に猛反対されます。ただ新吉の心を知る先生が父を一緒に説得してくれて、そうだな、この子は体が弱いから大学まで進んでいくのは難しいかもしれないと認めてはくれたものの、一つ条件が課されました。それは日本画家になるのならという条件だったんです。実は新吉の育つ神戸は異国情緒が漂う町で、新吉自身も西洋画に親しんでいたんですが、父が日本画家ならと決めたことで、彼は東京美術学校の日本画家に入って勉強するようになりました。そして意志と才能に恵まれた新吉はめきめきと実力を発揮し、いくつもの展示会などでも入選を果たしました。
そして23歳で東京美術学校を卒業する頃、彼はこれからの芸術の道のりの厳しさを自覚し、それを自分で乗り越えていこうという強い決意から怪異と誤するようになったそうです。さて、その後に彼の素晴らしい作品が続いていくんですが、なんといっても彼の絵はまだ著作権で保護されているので、この展示会のお写真以外は使用できないので、ちょっと飛ばして、彼が62歳の頃、ずいぶん飛ばしましたけど、この頃には怪異は静筆で澄み切った叙情性をたたえた風景画の数々によって国から文化勲章を受賞するような大家になっていたんです。一方、奈良の唐招提寺は中国の唐からやってきた日本における立宗の祖鑑真和尚が創建したお寺です。そこには度重なる苦難の末に来日した鑑真をかたどった国宝鑑真和尚坐像が祀られていましたが、1964年に鑑真和尚の没後1200年を記念して一部の建物を山内に移築して御影堂を建設し、そこに座像を安置することにしたそうです。そしてその御影堂のための襖絵、また座像を安置する厨子の扉絵を依頼されたのが東山怪異だったわけです。当時の唐招提寺の森本教順長老、まあご住職ですね、が強く怪異を希望して怪異に話をつないでいくものの、すぐに承諾されることはなかったそうです。やっぱりそれほどの大きな仕事を引き受けることに対しての葛藤があったんでしょう。ただそこから半年ほど経った6月のある日、怪異は唐招提寺御影堂のお厨子の御開帳を見に行きました。自由な気持ちで自分の心を固めたいと思って、あえて一般参詣者の一人として見に行ったそうです。そこで怪異の思いは固まったそうなんですが、そんな彼の気持ちを綴った文が残されているんです。もし一切を任せてくださるのなら、この仕事はお引き受けすべきであると私はようやく心に決めた。鑑真和尚の強い精神力への参行の心からであり、また御影堂のこの上ない環境の良さからでもあった。それが困難な仕事であっても全力を挙げて着実に進めていけば成就するであろうという希望が次第に湧いてくるのを覚えたと残されてるんです。そこでようやく怪異は決意をし、怪異最大の作品となる全長80メートルにも及ぶ長大な作品をスタート。そして制作は2期に分けて、完成までになんと11年もの長い年月を費やし、全ての作品を完成させたのでした。ではゆっくりと作品をご覧いただきましょう。こちらは水墨画として描かれた競輪月酔いです。あれ、色がないんだって思われると思うんですが、怪異は中国から日本に立宗を伝えた鑑真の祀られる御影堂にはどうしても中国と日本をつなぐ風景を描きたかったそうなんです。なのでいくつかお部屋が分かれているんですが、鑑真が生まれた中国の風景、日本にやってきた風景というようにテーマを決めて制作したんです。そして今ご覧いただいているのは中国の風景。この中国の景色を描くために実際に怪異は中国へ取材旅行にも行っているんです。そしてね、怪異曰く、彼は中国の景色は中国の伝統の水墨画で描きたい
って決めて日本を立ったらしいんですが、もともと彼は色彩の日本画家だったので一応絵の具は準備していったらしいんです。でも中国の風景に接した瞬間に、水墨でなければ表現しがたいと思ったそうなんです。ケイリンはこのような尖った気泡で知られる名匠で、カイはこの作品を描くためにいろんな場所から写生をし、それを構成してこの幻想的な風景を描いたそうです。カイの構成によって入り組んだ気泡の群れが作られて、川が遠くへ流れるように意識したそうです。月がおぼろげに輝く中、気泡にうっすらかかる霧のような雲が漂い、奥へ行くほどに霞んで消え去りそうです。流れがあるのかわからないほどの穏やかな川は静寂そのもの、まさに時が止まっているかのようです。手前には小さな建物と船が止まっているように見えますね。手前の木は少し左にたなびいて、風がそよいでいるんでしょうか。そんな空気感を感じさせる襖絵になっています。こちらは同じく中国の風景、揚州郡風です。この襖絵の描かれた部屋は鑑真和尚の尊像を祀るためのお寿司があることから、カイはこの部屋にどうしても鑑真の生まれ故郷である揚州を描きたいと思ったそうです。揚州は揚子江の河口近くにあって、水郷風景がとても有名な場所です。手前に大きく画面からはみ出てしまうほどに力強く描かれた柳は、タイトルの通り薫風にふさわしい初夏の風に大きく揺らいでいます。彩色に慣れていたはずの貝の風景画は水墨画となっても柔らかく、ぼんやりとした大地、そこからたくましく生える老流、そよぐ柳の葉。貝は墨しか使用することのできない中、濃淡を変化させてこれほどまでに柳の葉の軽やかさを表現しています。そしてこの襖絵はまだ左に大きく続いていく、とっても広がりの感じられるものとなっているんですが、そちらは展示会でまたご覧くださいね。こちらは三雲という作品です。怪異らしい色彩になりましたね。怪異はこの依頼を受けた後、1年以上を鑑真や唐招提寺、また唐招提寺のある奈良大和寺の歴史や自然の研究に費やし構成を決めたそうです。そうして先ほどの中国の風景に対して日本の風景、その中でも日本の山と海を描こうとしました。貝は昔からよく山の風景を描いていましたが、この襖絵のために改めて各地へ取材に出かけました。その中でも白川郷の近くの天王峠で出会った景色は、この景色を描けという無言の声が聞こえたというほど強い啓示を感じたそうです。この作品の制作のために使用した絵の具は、クジャク石の中から取られる群青と緑青で、日本画は石を焼くことで色を変化させることができるんですが、貝も渋みのある色にするために火にかけて使用したそうです。薄い色を何度も塗り重ねて、だんだんと濃くして深みを出していく。この霧のような雲と山との境は有限に、特に緊張感を持って描かれたそうです。静かに流れ落ちる滝だけが私たちに動きを見せてくれているようですね。
最後はおそらくこの御影堂の中でも一番の見どころになる陶制です。この作品のために津軽半島をはじめ日本海を中心にいくつもの場面で取材をし構成を練って、遥か遠く中国から鑑真和尚が辿ってきた海が描かれています。この海は鑑真和尚も眺めた海だったんでしょうか。いえ、実は鑑真は仏教の戒律を日本に伝えるために日本に来ることを決意するものの、船の技術も未熟な時代だったこともあり、5度も失敗していて、5度目の失敗をした時に彼は失明してしまっているんです。そんな中、不屈の情熱を燃やす彼は6度目の船出で悲願を果たし、日本にたどり着くことができたんですが、彼の目に日本の景色が映ることはありませんでした。なので、この絵画が描いた美しい日本の海も山も鑑真和尚の知るものではない。だからこそ彼に捧げるために日本の国土の象徴である山と海を描こうと思ったんですね。右側から流れてくる波は美しいグラデーションで色を変えながら左へ進み、大きな岩礁に打ちつけた後、岩を登った波が静かにまた海に帰ろうとしています。岩の周りはまるで光に照らされているように白い波が立ち、周りを漂っています。そして岩の上にはおそらく長い年月風雪を耐え抜いてきた松が、まるで強い魂を宿したかのように海風にたなびいています。こちらの襖では、先ほどの襖から流れてきた波が勢いを取り戻し、左へ流れていこうとしています。より緑を帯びた青が、とっても清々しいですよね。手前にあった大きな岩礁と対比するように、奥には平らな岩礁が配置され、乗り上げた波が静かに海に戻ろうとしています。泡立つ波も、岩礁の周りで踊るように白く取り囲んでいますね。岩を通り抜けた波はまた何もなかったように進んでいく。これこそ永遠に繰り返される世界。そして最後には、この遥か遠くからやってきた波は浜辺に到着し、押して引いてを繰り返す私たちの知る波になるんです。そんな繰り返される海の景色にも、一つのドラマを感じさせるほどの怪異の圧倒的な表現力。ところで皆さん、この海、夏の海か冬の海かってわかりますか？実はこの海は冬にしようと思っていたんですって。厳しく荒々しい日本の海がふさわしいって思ってたそうなんです。でも構想を練っていくうちに、そのイメージは何度にもわたる都会で苦労した鑑真を慰めるような明るく穏やかな初夏の海景へと変わっていったそうです。この素晴らしい海の風景に囲まれた鑑真和尚は今頃何を思うんでしょうね。いかがでしたでしょうか。いやー、ほんと美しいですよね、この世界観。なんといっても11年もかけて完成させたっていうところですから、その時間すら感じさせるようです。ちなみにね、この襖絵について、怪異はこの襖絵は私が描いたのではなく描かされたものであるって言ってるんです。え、どういうことって思ってしまうんですが、怪異はこの絵は鑑真和尚の精神から発したものが私を導いてこの絵を描かせたと思われてならないと語っているんです。そんな啓示の上での作品っていうと、それも素晴らしいことですよね。ではこの展示会はあと数週間で終了となってしまいますんで、今回ご紹介できなかった襖絵も含め、ご興味のある方はぜひこの素晴らしい東山ブルーに癒されてきてくださいね。
ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。